原発不明癌と診断され、闘病中の経済アナリスト、森永拓郎氏が4日、東京、港区の増上寺で、文化放送のリスナー感謝イベント、浜祭り、内で行われた大竹誠ゴールデンラジオの公開生放送に出演した写真、闘病中とは思えないほどの発達さ歌合戦で熱唱する森永拓郎氏。この日はフリーアナウンサー、 吉田てるみと大竹によるチーム対抗の歌合戦に参加。森永氏は高橋真リ子のごめんねを熱唱し、はつらつとした様子を見せた。現在の病状は、要介護さんだと言い,い、医者はもう部屋から外には出れない状況だって言うんです、と説明。一方で、普通にゴールデンラジオのスタジオにも行ってますし、8月は本を13冊書くのに、31日間貫徹。 完全徹夜を続ける人体実験をやって成功したと衝撃の告白をし、大竹は普通の人間だと思っちゃダメだなと驚きを隠せない様子だった。また、大竹から闘病における1ヶ月の治療費について聞かれると、120万円だと回答。森永氏は著書をいくつも出版しているが、本の売り上げは全部会社の売り上げなんで、治療費は自腹だといい。 7月にすべての株と外貨を売ったので、あと2年は払えます。と明るく話した。来年の浜祭り、出演に意欲を示した中、死ぬ死ぬ詐欺、と言われてますけど、来月死んじゃってるかもしれない、とぽつり。一方で、この日の歌合戦、には特別審査員として俳優の伊藤四郎も出演したことを引き合いに、森永氏は、注目点は来年までに私と伊藤四郎さん、 どっちが先に死ぬかとブラックジョークを言い放った。